合心からエンジンかかったような。これも我が座の力ってやつなんだべの。これでも暑いの、汗が止まらん。ばあ様帰ったぞ。新しい手袋とあったけえ靴下買ってきたべ。おう、おかえり、じいさま。じいさま？おじいちゃんたちの仮装、どんな感じなんだろう。私のレベルの高さを見せつけてあげる。おじいちゃん、おばあちゃん、トリックアトリー。悪い子。見ではいけないと言ったのに、開けたな。いねえだ。お呼びじゃねえんだよ。あいつらリンゴ畑にタバコ捨ておったな。やらせろ。なんだよ。後ろ。さっきの軽トラ。え、誰が信じるかよ。どうだ、この走り込んだ俺の車のドリフトは。あだけやらすやつは許さん。な、何ここだ。俺たち見たんだよ、ものすごいスピードで走ってく軽トラを。あれはまさに亡霊。そう、軽トラの亡霊だった。おじいちゃん、おじいちゃん、あれ圏外。ごめん、なんか電波が。翔太くん、犬さん、風邪ひくべ。おばあちゃん、おじいちゃん、もしもし。これ私たち見えてないよね。また叱られました。斉藤家と関わるなら感動だなんて言われまして。わしも昨日親父が許嫁を紹介してきてな。ここに来てることもバレた。それなら私にも考えはあります。よし。こういうのって早い者勝ちですよね。ちょっと待て、ここ神社だぞ。バジラーさん、何？斉藤さん、見えないんだけど。翔太くん見ちゃダメ。